皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。ポケットモンスターバイオレットスカーレットじゃなくてこれはバイオレットやっていきたいと思います。さあ前回ね星6レイド挑みました。今回もね倒しに行こうかなと思ったんですけど、星6バカ強いので、勝てませんということで、ポケモン育成とかやっていこうと思いつつ、まあ、飛行と水のね星6レイドがあったら行こうと思うんですけど、今回も違うので、諦めて別のことやりたいと思います。さてまだやることがいっぱいありまして、今回やりたいことがそうスター団の再戦ってことでね、スター団もなんかね強くなって再戦できるらしいので、ちょっと挑みに行こうかなと思います。スター団どこ行けばいい、ちょっと場所わからんじゃあ順番通りに行こうか。最初倒したスター団この子だな。スター団炎組ということで、炎組の彼のとこ、彼じゃね、彼女のとこ行きましょうか。おし、じゃあ行こうか。ここだね。まずは、スター団の炎組の場所です。ここに来て再戦できると思うんだけど、行ってみようか。ちょっとでその前にね、ちょっとメンツ少し変えました。皆さん見てください。デンと見てください。ドンドンデンと見てドン。はい、鉄の茨が新しく入って、そしてヤバいドンもパーティーに入りました。ちょっとねやっぱバトルがね割といい感じに簡単だったので、こうやってむずくしていこうと思います。まあ、ね、後ろのね引率の先生たちがいるのでレベル低い子たちなんだけど、保元寺は高いけど、保元寺は手放すなんてとんでもないのでねはい、というわけでこのメンツでいこうと思います。鉄の茨だけ名前変えとくか、とりあえず。名前どうしよう。なんでもいいか。名前はドンクールだ。かっこいいだろ、ドンクール。これ、未来ドンのドンと、そう、ヤバいドンのドンから取りました。ね。クールなドンです。だからこの鉄の茨って、ちょっと図鑑読んできたんだけど、原種のバンギラスと違って、争いを好まない、優しい男なんですよね。女の子かもしれないけど。なんでね、冷静でクールってことなんですよね。そして、あー、いた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 。さあ、スター団のボスと再戦、マジできんの？大ダラじゃねえか。ちょっと待って、見て。めっちゃ笑顔やん、ほら。写真撮ろう。もう一瞬出た。あ、ほら。大ダラ、大ダラじゃねえかって、ほら。大ダラじゃねえかって、ほら。ニコッとしててめっちゃ可愛くないこれ。大ダラじゃねえか、チーズ。よし。じゃあ、大ダラじゃねえか、チーズ来た。よ、元気してた？こんにちはーっす。元気？ほっ、大ダラじゃねえか、俺と一発勝負してっか。オッケー、よし、音出せ。はぜとくか。車乗ってんのかな。車乗ってない、乗ってない、マジか。よし、サダンメロコ。一番最初に戦ったからなんか思い出深いよ俺。めちゃ強えって感じだったもんな。さあ今回もめちゃ強えになるのか、いきましょう。てめえも物好きだよな。いや、なんでもねえよ。何、メロコちゃん可愛いじゃん。で、ね、パンクな衣装でいいね。さあひでり、だがしかしおかしい、ブーストエナジーは役目を終えてなくなっちゃった。大丈夫、クォークチャージ。さてアラちゃん素早さが高まる。クォークチャージってことよ、みんな。このゲームどうする、とりあえずクイックターンで帰るか帰るわ。高まったけど帰るわ。意味がない、これ意味がないってやつ。やばー、どうしよう。待って、みんなクォークチャージ持たせたかったな。さて、じゃあどうしようかな。地震雷、俺大体の抜群取れるから。やばいの言っとく？レベル足んねえかな。いや、大丈夫、大丈夫、相手は炎の技打ってこねえから。おっと。おっと。大丈夫、あくびぐらい、読み通り。あくびは、知らん、俺は知らん、攻める、よし、仕事終わり。フレアドライブ、待て待て、痛すぎんぐ。やれると思ってました、すいません。敵強いです、まずいですねこれ。あ、反動によるダメージを受けた。おい、コーダス、お前無茶しやがって。やべえなこれ。ちょっと待って、これ一旦レベル上がった、おめでとうな。一旦出しとくか。いや、ちょっと待ってよ、一旦ピューブっとくね。えピューブル、この技受けたことないんだよね、ピューブルって。実はこのタイプの技受けたらなんか気持ちよくなるのよ、この子って。特性で知らんかったけど。さあ関炭山来た、関炭山戦ったことねえ、関炭山。とりあえず起こしとこう、ヤバいドンレベル上げたいからね。関炭山知らんけど、この子元気かな、元気な子かな、関炭山。だいボディプレイ、炎技打て炎技を打てよお前は。どうしようこれ。噛み砕くとかしとくか、とりあえず。スララは効かんやろ。噛み砕く。巨剣は多分当倍やるけど。とりあえず噛み砕くしとこう。ボイド下がれ。噛み砕く。よし、ボケダウン。いいね。
ボディープレス、いやだから違うでしょ、うん、違うでしょ。いいけどさ、巨拳突撃いっときましょう。せいやドーン、防御ダウンしてるので一撃粉砕。一撃ではない、二撃です。近くないっすね。なんかポケモンとの距離感近いね。よし、さあウェンディ入れ替えましょうか。アラレちゃんいっとくよ、とりあえずアラレちゃんやっとこうか。やっとけアラレちゃん、いきます。伝説ポケモン来た。相手はウィンディ、デンデン。じゃあ俺このゲーム伝説ってあれでいいのかな、結局伝説ポケモンってミライドンっていいのかな。ミライドンどうなんだろうね。いやーん、攻撃力ダウン、攻撃力ダウンしたけど、とりあえずクイックダウンしとこう。うん、クイックダウン便利だから、困ったらクイックダウンしとけばいいんだよ。とりあえず威嚇されたしね、威嚇を受けたってこと。これどうしようかな次。何しようかな、これまた保健師出しとく。いや全くなんかさっきと一緒やけど大丈夫かな。ね、さっきヤバいの出してヤバかったんだよ、ヤバいの、ヤバすぎたと思うよ。ドンクール活躍する暇ないけど、どうしようこれ。オーバーヒート燃え尽きたぜ。ね、痛い痛い痛い、痛くない、全然痛くなかった。特攻ダウン、でも物理アタッカーでもあるよな君って、まあ、とりあえずシャドウブットか。ここはウリアトレ、やっぱ物理に変えてきた。ポケモンが上手いけど俺のが強い、うん、間違いないね。これポケモンはポケモン勝負のことでも結構分かってるね君ってやつ。ドン、シャドウボウ、いや意外と耐えてくるな。まあ、ハイパーボイスで最後決めておこう。スマイル早いね、フレドライブ。いや意外とこれ結構しんどいか、今回割と結構ナメプみたいな編成で来てたけど俺ねえ、割と使える子が薄くなってきたぞこれ、やばい。さあヘルガー耐えていくか、ヘルガー、ガーガーヘルガー、どうしようかなこれね。 ドンクールいけるかな。いやいけるわ君、ドンだもん。ドンだもんな、ドンだもん、ドン。行ってきます、ヘルちゃんね、ヘルちゃん。いやかっこいいもん名前が、俺めっちゃ苦労してゲットしたもん君のこと。イオタイプの技抜群だから、とりあえずガンプしとけばいいや。充電ってなんや充電って。ねえ悪の波動、うん、効くな、思ったより効くな、やめとこうかな。いや強いわこれ、素早さダウンで抜いたやろさすがに。ああそうだ回復、俺鈴持たせてたんやか、なんかわからんけど。いくやろ、よしよし、ドンクール来たぜ、クールに決めたぜ。いや待って、これありです、未来を感じるクール、ドンです、クールです。よーいこと、よいこと。じゃあ次、いい経験値、いい経験値。じゃグレン・アルバ、おいカルボを育ててるって言ってたもんな。グレン・アルバどうしようかな、プリプリ出番なかったし、プリちゃんでいっとく、プリプリしとくか、勝てるかな。ラストだよね多分これって、魂のポケモン。サドンクールありがとう、君の仕事終わりだね。やばいドンだけちょっとやばい、レベル低すぎたドンだったわ、もうちょっとレベル上げなあかんドン。あかんドン来た、ケツに火ついちまった、さすがにやるじゃねえか。だろ、チャンピオンよ、スターダムぶっ潰した男や俺が。さあグレンアルバ、かっこ、かっこいいと思ったけど、ちょっとなんかい色が違う。あれそんなだったっけ。そうか、これがスカーレット版のやつで、これがこういう違いがあるわけ。ガンプップ、はい強い勝ちです。赤い方なんかロックマンにいそう、わかった、一発外すか、いいぜ。アーマーキャノン、うわかロックマンにいそう、ロックマンでいませんでしたか、全部下がっちゃったよねえ、全部魂を込めた一撃アーマーキャノンって。ねえありがとうな、テラスタルしないんだね、学校行ってないからか。いやテラスタルするだろう、しないか、そうかしないのか、この子らはジブリーナだけか、テラスタルは。そうか、最後車だったもんな、いつもデッキ改造車。はっ、てめえは燃えすぎなんだよ、だろ俺強えから。いい勝負だったね、ナイスファイト、なかなか熱かったぜ、お疲れ様でしたーっていう。スターダン、スターダンの音それマジダサいよな。なあ今日は閉店だ、燃えてんなら明日来い、1日1回しか戦えないタイプね、これなんてこった。もう一人行こうぜスターダン。さポケモンバトルはお金稼ぎにもなるからね。さてチームセギンです。タイプなんだっけ、ガチでわかんねえけど、なんかタイプです、なんかタイプ、マジ何タイプだろう、
まだ言いた天幕あったここだよ。元気してた、ダイダラくんで、元気 STC へようこそだって。ダイダラくんじゃん、僕と勝負していくっしょ。オッケー、やろうぜ。速攻アンサー3球ね。開幕チラッとさせちゃうよ。さあ BGM 担当、 BGM がいい、髪型もいい感じ。デンサタン、ピーニャ、なんかこの顔いいよな、ピーニャも。やっぱせや。さあノクタス、草タイプだっけ、やばい、ちょっと覚えてない。悪タイプだっけ、スカイテって。悪な気がする。一日一回限定ライブ。DJ アクチのステージへようこそな。やっぱ悪タイプだ、悪タイプ。さあ、ノクタス。まあ、通りは、やっていいか、ケツからビームしていいか、暗い。あ、待って、何それ。やめて。大丈夫、それ関係ない、俺には。はい、守りたいた。物理技だったらめんどくさかったってやつ。大丈夫、ケツからビーム。俺のビームはケツから出るぜ。ケツからビーム大丈夫、俺結構強だったから。オレイ、うちのアラレちゃん強えからさ、地味に。いいね、アラレちゃんにはドンがついてません。うん、ドンらしくないから。ドドケザンだ、ドドケザン、ドドケザン、どうしよう。ケケザザンや、ケケザザン、やっぱめっちゃ強いやろ、ドドケザン。え、ドドケザンって悪鋼かな。どうしよう、自信打ちてー、どうないしょう。まあ、一旦ちょっと俺の未来のポケモンたちに活躍させてーとこあるから、まあ、ステロマイドこうぜ、一回プリプリ出して。でさあ、ドドケザン、テント、いや悪タイプだね、これ。悪鋼で合ってるよね。いや、ドドケザンも俺パーティーに入れたかったよな、正直言って。いいわ、あた、新ポケモン俺大好き侍だから、新ポケモンしか基本パーティー入れないんだけど、こやつはいいね。エッジですね、それは。おお、プリプリピンチ。プリピンですね、これ。ちょっと待って、変える。プリピンですね、マジどうしよう。え、どうタイスを、これ。岩タイプ、誰もやれんかと思ったけど、ゲーちゃんでいけるか。いや、自信、物理高えんだよ、こいつ、防御力、どう考えても。ホゲちゃんでいくしかねえな。行くか、ホゲちゃん。ホゲホゲしていけ。可愛い顔してホゲってけ。ホゲジ、よろしくんじ。ストーンエッジ、いや、当ててくるな、この子。めちゃくちゃ。俺、そんな当たらんで、その技。ねえ、フレアソンク。さて、うれい、一撃不在。よかった。さあ、トクアップ。いいね、ドドケザン。土下座してくれ、もっと。そういうやつじゃないのかな。ワルビアール、いや、ワルビアール強えぞ、マジで。地面と悪タイプだよね。地面悪タイプ。いや、これはね、ビューブルでつらら落としていくか。いや、アラレちゃんでもいいな。アラレちゃん言っとくか、とりあえず。あいつには君ね、いける、絶対いける。地面タイプ、せい、威嚇やろ、お前なあ。威嚇自信過剰とかだっけ、特性って。あ、食い込んでる、ザマミロ。いや、威嚇、よしよし、特殊アタッカーがいるんですよ、うちのチームには。なあ、やっときますか、冷凍ビーム、いくぜ、ケツからビーム。いや、このケツからビーム好き、ケツからビームやれる。いや、強い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 。アラレちゃん、だいぶ進化発揮してきた、最近。優秀すぎる。ナイスレベルアップ。ドンカラス来た。ドンちゃん、悪飛行タイプ。飛行タイプ、いや、これ、いける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 。いけるいけるいける、絶対いけるいけるいける。ドンちゃん、ねえ、ドンちゃん頼むぜ、マジで。おいおいおい、どんどん行こうぜ、ドンカラス。かぶってんだよな、ほんと、名前が。なあ、真似すんなよ。おい、真似すんな、その名前。どっちで行こうよ、電気も岩もどっちもバイバイ。ねえ、自分もダメージ受けちゃうか。で、テラスタルしとく、とりあえず。テラスタルワイルドボルトで気持ちよく倒すか、俺。行ってきます。行くぜ。パラドックスポケモンのテラスタル。お前は輝ける。頭に豆電球ついとるわ。かっけえ。さあ、これで効果抜群の技が威力2倍に。ねえ、行ったね。追い風、おー、意味ねえぜ、そんなの。甘えてます、一旦無駄にしたな。ワイワイワイボルト、ほら、今日からお前はねえ、ショボカラスだ。ドンの名前もらっていくぜ、俺が。
痛いダメージだ。さあ、デモグ大丈夫、回復します。次、いや、いいや、ドンから、ドンクール、マジ頑張る。マーティフィフ、マーティフィフ、おい、お前、ペパーかよ。いや、マーティフィフ、どうしようかな。いや、このまま戦うか。いけるやろ。さすがに対話してくるよね。オーディンス渡さないよーっていう。さあ、タイプ1の技で攻めるしかないよね、これ。食い込むぜ。威嚇？いや、威嚇。威嚇だる、だるですね、だる。どうしようかな、これ。いや、でもやるっきゃないか。素早さ負けてる読みの岩石封じ。ねえ、やっぱそうだね。紙開く。おお、いい攻撃じゃん。いい攻撃じゃん。ガンプック。よし。素早さ負けてる読みのこれ正解。良い。4しか回復せん。もうこれは俺と共に死ぬワイルドボルト。いきます。俺と共に死んでくれ。俺と共に死んでくれ。いきます。ワイルドボルト。一緒に死なないか。せい！よーし！急所当たった！俺は死ぬぜ！ごめん。ごめん。反動ダメージ痛いで思ったより。ドンクールありがとう。バリーン。よ、頑張ってくれた。未来のポケモン。はい。というわけでピーナに勝った。いや、ドンクール未来が感じるね、ほんとに。やお。君のグループ、やばすぎっしょだろ？俺最強っしょ。逆にレクイエム聞かされちゃったよ。悔しいけど、お疲れ様でしたーっていう。なんかこの、右の女の子が言ってるみたい。ピーニャやけど、すげえ離れたとこに追い出された。ありがとうございました。さすがに今日はアンコールなし、体力残ってないから、明日でよろしくーということで、スターダンはやっぱ一日一回戦えるって感じかな。まあ、今日二人でいいかな。さて、新しくパーティーにね、ヤバイドンとドンクールが入りました。まあ、なんか意外と良さげな感じしたんですよね。なんで今後もちょっと使っていこうかなと思います。まあちょっとね、飛行が控えに回ってちゃったこの子たちはね、諦めて、レベル高いんでね、またいずれ使いましょうか。見てこれ。やっぱ誰入れようかなって考えて誰入れようかなって考えた時、やっぱヤバイドンと、ドンクールでしょってやつ。わかる。で、あー、目ちょっとだけ使っとこうかな。ヤバイドンちょっとさすがに低すぎて、なんか戦えないので。軽減飴、もう2個使っとくか、もうない、こんだけしかないし。あ、55まで上がったらいけるか。うん、この3つも使っとくか、せっかくやし。3つぐらい上げるよ。はい。上がらんかったレベル。ははは。こんだけやればなんとか耐えるでしょ。よし、次回もまたこのメンツでいこうと思います。はい。というわけで皆さん、じゃあ、ご視聴いただきましてありがとうございました。で、次回も残りのスターダンやりつつ、あとまたね、授業とか、なんか先生のイベントとか、まだいっぱい残ってんだよね、このゲーム。全部やりますので、ぜひとも最後までお付き合いくださいませ。パートいくつ行くんだろうな。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。おつぽよ、またね、バイバーイ。